はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、ゆりこさんと一緒に、3ヶ月で250人以上ですね、LINE アットに新規集客した方法についてですね、一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけれども、ゆりこさん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでゆりこさんはですね、今回ちょっと2回目の動画出演という形になるんですけれども、お名前は深倉ゆりこです。はい、深倉ゆりこさんですね。はい、もし差し支えがなければ、年齢とご活動されている地域も、もし差し支えなければですね、ちょっと女性に年齢聞くのもちょっと失礼かなと思ったんですが。あ、大丈夫です。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい。私、今年で39歳。あ、今年で39歳。はい。見えないですね。ありがとうございます。39歳。お住まいは、東京でしたっけ？北海道です。北海道？はい。北海道の札幌です。あ、札幌なんですね。はい。北海道の札幌結構都会っていう感じですか？なんか、いやー。あー、修学旅行で前、昔高校生の時行きましたけどね、北海道。あ、そうなんですね。はい、あー。なるほど、なるほど。都会かなっていう感じですね。いや、他のところに行く、北海道の中では都会かなっていう感じ。あー、なるほど、なるほど。今、ゆりこさんの、ご活動、まあ、職業というか、まあ、業種ですね、どういった活動をされていらっしゃるのかなというところも聞いていきたいんですけれども、ネガティブ思考解消専門トレーナーをやってます。ネガティブ思考解消を解消専門トレーナー。はい、はい、こちらは、どういった、方に向けてどういったアドバイスをされているっていう感じになるんですか？そうですね、自信がないとか人目が気になるっていうことで、結構、ね、こう自分のことを責める方とかたくさんいらっしゃるんですけど、うんうん、そこが心理学とか自己啓発とかに行く場合すごく多いと思うんですね。うんうん、そして楽になったっていう方ももちろんいるんですけど、それでもやっぱり変わらなかったっていう人もたくさんいらっしゃるので、うん、その方たちに向けてもうネガティブ思考の根本原因、そこを直接解消していくという形でやっています。なるほどですね、かしこまりました。で、今ゆりこさんはどういった集客媒体を使われていますかね？私はアメブロとインスタだったんですけど、はいはい、でもなんかインスタの方がやっぱり来てくれますね、 LINE アットの方に。うんうんうん、アメブロと、いや、インスタ、はい、で今インスタメインでやっていて、その他なんか媒体は使われてるのありますかね？例えば、LINE アットはもちろんそうだと思うんですけども、それ以外にも、なんかそれ以外に今 YouTube も始めました。 YouTube、YouTube と、はい、なるほど。インスタを本格的に始められたのは大体いつ頃ですかね？本格的、多分4月頃。ああ、4月頃ですね。しかも我々のスクール入ってきていただいたのがちょうど4月の中旬とかですかね。4月の中旬からと。なるほどですね。実際どれぐらい結果が出たかというところなんですけれども、じゃあインスタが大体今から始めて3ヶ月半ぐらいって感じですかね。はい、まあ、この動画というのが8月の、頭なので、大体3ヶ月半で、インスタのフォロワー数が、インスタフォロワーが3466人と。はい、うんうんうん、ですね。だいたい一月あたり1000人ずつフォロワーがちゃんと増えていってるっていう感じですよね。はい、うんうん、いいですね。ちなみに LINE アットって誘導を開始したのがだいたいいつ頃ですかね？そうですね、5月頃だったとね。5月頃から、LINE アットを作って、そっちに、お友達を集めていったと。はい、開始ということは5、6、7、だいたい3ヶ月弱で、今リスト数がちょうど今日で250人になりました。今日付けで、8月4日で250人と、はい、うん、これ LINE アットっていうのはもう全部無料で集客したっていう形ですよね？そうです。うんうんうん、
クライアント3ヶ月で250人、まあ、3ヶ月で250人リストが集まるってね、なんかすごいなって思われる方もこの段見てる方多いんじゃないかなと思うんですけど、これ1年単位で見たら1年で広告費ゼロで1000リスト集まるっていう計算ですからね。なんかここのちょっと秘訣とかもですね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですが、そのゆりこさん自身が、まあ、実際にそのインスタでフォロワーを安定的に増やし続けられている理由であったりとか、 LINE アットに、お客さん集められているところとかで、なんか気をつけている部分とかも聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今ちょっと画面のですね、こっちの右側にゆりこさんのこのアカウントをちょっと載せさせていただいているんですけれども、はい、はい、こちらですね、はい、インスタの投稿で最近ちょっと気をつけてるところとかってございますか？最近ですか？最近っていうよりも、なんか前から気をつけてることが、やっぱり文字を大きくするということ。はい、ああ、これ大きいですよね、文字。なんか最初やった時は大きすぎないとか思ってたんですけど、でも実際インスタをこう見た時に、ああ、なんかちょうどいいなって思いました。あれですよ、なんか大きすぎるぐらいがちょうどいいみたいな。いや、なんか本当にそういう感じなんだと思って。はい、だからなんかタイトルとかもなんか長くても3行までみたいなとか、なるほどですね。いいねすも大体300とか350件とか時はまあついてるって感じですね。なんか投稿文とかの文章の内容を書くときとかにもなんか意識してる点とかってあったりしますか？あ、そうですね、やっぱりその見てる、私が見てほしい人たちに向けて書いてるので、はいはい、人たちが悩んでること、思ってること、そういうのを載せています。お客さんが求めている情報を書くと。はい。しっかり書くと。これお客さんがやっぱ求めてる情報をしっかり書くためには、ゆりこさん、なんかこれが私は大事だと思うみたいなのってあったりされますか？そうですね、やっぱり調べること、お客さんが調べる、はい、なんか私はこう思うから、こういうふうに悩みあるよねって思いがちなんですけど、はいはいはい、で私が思ってることと違うことを結構 LINE アットでも教えてくれるので、はいはい、そこに向けて書いてます。それを聞いて書いてるという感じですね。素晴らしいですね。本当になんか独りよがりな配信しても全然なんか集客できないっていう方とかすごい多いですけれども、分からなかったらもう調べようという発想ですよね。分からなかったらすぐリサーチすると、めっちゃ大事ですね。はい、LINE アットの方で、気をつけられている点とか、どうですかね、まあ、LINE アットにお客さんを集めるためになんか気をつけている点であったりとか。そうですね、気をつけていること、もうやっぱり私何に気をつければいいのかも分からなかったので、はいはい、だから教えてもらったことをやるっていう感じですね。あ、教えてもらったことを、そのままやる。はい。そのままやる。そうですね。あとなんかインスタで今ね、プレゼントのタイトルをつけて、でこのプレゼント欲しい方はぜひ LINE アットに入ってきてくださいねっていう、まあその定番のやり方っていうのもあると思うんですけれども、まあうちのスクールはそれ以外にもいろいろお伝えしてるんですけれども、なんかそのプレゼントのタイトルとかはもうずっと結構反応いい感じですかね、ゆりこさんの場合は。あれから変えてないですよね、そんなに。変えてないです。ですよね。はい。まあ、プレゼントのタイトルもすごい重要だよってことですよね。なるほど、なるほど。ちょっと先ほどどれぐらい結果が出ましたかっていうところで、3ヶ月で3466フォロワーで、3ヶ月で LINE アット250人。で、最近売り上げが上がったっていう形でちょっと Facebook グループの方でご報告をお見受けしたんですけれども、はい、こちらは、売り上げはどれぐらいの？そうですね、私40万ぐらいですね。あ、40万円の売り上げ、40万円の売り上げ、
そうですね、ゆりこさんはだいたい単価が20万円前後の、はい、オンラインを使った商品でしたっけ。はい、そうです。の、Zoom を使った買った、ネガティブ思考解消をしていくための、3ヶ月の講座。私は日数は特に決まってないんですけど、はいはいはい、でも大体30日間ぐらいで皆さん解消されていきます。30日間の、講座、うんうんうん、これがまあ20万円の講座が、2件制約をされたと、うん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 、いうことですよね。確かに30日で20万円っていうとね、結構1ヶ月20万なんで、まあ、見る人から見たら結構高額だよと思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、それでねすごい結果が出るんだったらむしろ安いっていう感じですよね。うん、素晴らしいですね。ゆるこさんおめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、これ前ももしかしたら聞いたかもしれないんですけども、なんかあのスクール、まあ、あれのアカデミーになんか入る前と後でのなんか仕事面での変化と、まあプライベート面での変化とかもしあれば聞いていきたいなと思うんですけれども、スクールに入る前の仕事面っていうのはどういう感じだったんですかね。ああ、そうですね、集客面であったりとか、まあ、お金面であったりとか。集客面では、LINE にいつ人が来るんだろうっていう、そういう感じでした。ああ、なんか LINE アップ登録して、こうやってじっと待ってるけど、あれ、まだ来ないな、みたいな。ね、だから、興味さえ持ってもらえなかったっていう。ああ、本当に全然増えなかったですか、LINE アップ。そうですね、あんまり増えなかったです。でも、インスタを始めて増えてきて、うんうん、そして、その後実際、修二さんに見てもらった時に、見てもらってこうした方がいいよとか教えてもらった後からだんだん増えてくる、来たっていう形ですね。うん、ということですね。でスクールに入ってからは何やっとか、まあ、月に大体80人ぐらい、うんうんうん、そうですね。でも先月120人ぐらい来てくれ、すごいですね。先月は120人増えたと、うん、もともとそうですね、その他の媒体でなんかプライベート面とかで何か変化したこととかってありますか。プライベート面、プライベート面、はい、うん、まあ、精神面であったりとか、うん、あ、がいいですか。あ、精神面であったりとか、もしくはプライベート面とかでの何か心境の変化であったりとか。そうですね、でもなんかそれまではこう興味を持ってもらうことすらできなかったっていうことが多かったんですけど、はいはいはい、インスタを見てくれて、うん、そこからこう興味を持って LINE アップに登録してもらえるっていうことで、なんかそれだけでもすごい、なんていうの、すごいなっていう。ああ、向こうから勝手にも興味を持ってくれるようになって、うんうんうん、興味を持ってもらえるようになって、うんうん、確かにこれすごい大きいですよね。うん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 、うんうん、あとはスクールに入ってからは、そうですね、今回、まあ、インスタから入ってきたお客さんで売り上げが上がったっていう感じですかね。そうです、うんうん、インスタから売り上げが上がるようになったと、うんうん、この動画を見てくださっている方に向けてもですね、ちょっと全体像としては、まあ、ゆりこさんがされているのは、まずインスタでフォロワーを集めて、で、インスタから LINE アットに入ってきてもらって、で、LINE アットで、まあ、独自のコミュニケーション手法で、信頼関係を構築していって、でそこから、販売という形ですよね。はい、そうです。うんうん。素晴らしいですね。はい。そうですね、なんかゆりこさんが、これもこの間も聞いたかもしれないんですけれども、うん、スクールに入る前と後での、なんか北の私自身に対するなんか印象ってなんか変わったこととかありますか？もしくはなんかスクール入る前はこういう印象だったみたいな。ああ、でもスクール入る前はそうですね、前の動画でも言ったんですけど、なんかこうしっかりして、はい、なんかあんまり慌てなさそうっていう。慌てなさそうみたいな。
はいはいはい、そうだから多分仕事面でも多分こうこっちがこもっていても なんていうかこうあこれ全然慌てるとこじゃないっていうことでなんか冷静に判断してくれそうっていう感じですね。なるほどですね。はい。だけどスクール入ってみたら違ったみたいな。スクール入ってみたらなんかいやそうですね、スクール入ってみてなんかこの間のお話でなんか意外と普通の人だなって普通の人って言うんだけど。まあ別に僕はアンドロイドなわけじゃないんで、ちゃんとしたね心を持った人間なので。まあなんかやっぱりどうしてもなんかすごい人っていうイメージがあって、なんかやってること全部がすごいんだろうなっていう感じだったんですけど、はいはいはい、なんか親近感を感じるようなこともやってるなっていう、なんかホワイトボードにちょっと間違ってね油性ペンで書いちゃったりとか。あ、え、それ言ってましたっけ僕。あれありましたっけそんなこと。実践会でありました。あ、そうだ、ありましたね、うん。はい。ありましたね。懐かしいですね。インスタの会で。うん、そういう、なんか人間らしい部分もあるなって。あ、そうなんです。なるほど。これ初めて言われましたね。あ、本当ですか。なるほど、なるほど。うん。まあ、普通ですよ、いたって。うん。だから、なんかどうしても動画だとすごいしっかりしてそう。いや、しっかりもしてるんでしょうけど、はいはいはい、しっかりっていうイメージばっかりだったんで、なんかそういうちょっと、どしの部分っていうか、なんか人間らしいところ、ね、お茶目な部分っていうかね。あ、なるほどですね。あ、そうなんですね。こう言っていろいろ聞いてみると面白いもんです。うんうんうん。かしこまりました。なんか、過去の自分に対して、なんか一言、まあ、例えば3ヶ月前の自分ですよね。前、一緒に動画撮ってから、まあ、2ヶ月前ぐらいか。その時から、なんかここの2ヶ月間で、なんかゆり子さん自身が変わったこととか、自分に成長を感じるって思ったところってどういうところですかね。ああ、自分に成長、まあ、成長を感じる、成長を感じてる、成長してるなっていうふうに感じる瞬間とかってあったりしますか。あ、しょっちゅうあります。おはい、そうですね。例えばどんな感じですか。でも私も本当にインスタをやったことがなかったんで、はい、インスタ投稿できるようになったのもすごいと思うし。プライベート面でインスタって使われてたんですか。いや、全然使ってないです。ダウンロードしたこともなかったです、私。うん、なるほど。インスタ投稿できるんだと。できるようになったんだっていうね。うん、なんかそれだけでもすごいなと思うし、最近はこう YouTube もちゃんと撮れるようになったっていう。そうですよね。うん、YouTube 最近頑張ってますもんね、ゆうこさん。頑張ってますもんね。でもそれだけでもすごいなと思います。ああ、素晴らしいですね。うん、やってみたらできた。結構新しい物事始める前ってなんかうわ結構難しそうとか私にはちょっとできないんじゃないかみたいな、うん、それやってみたら意外とできるってことって結構あったりしますよね。うん、そうですね。でも、最初できないと思う気持ちもすごいわかります。うん、なるほどですね。うん、最後にゆり子さんの方からですね、なんかこの動画を見てくださってる方で、まあ、なんかこれから今一歩ちょっと行動してみたいとか、インスタをやったことないけど始めてみたいとか、まあなんかそういった、まあ、新しい環境に飛び込んでみたいとか、そういったちょっと決断をしたいけれどもなんか今一歩ちょっと踏み出せない方も中にはいらっしゃると思うんですね。そういった方に対してなんかゆり子さんのからもなんか一言もしあればですね、はい、お願いしたいなと思うんですけれども。じゃあこれ前回の動画でもお話ししたんですけど、うんうん、やっぱり新しいことやるって絶対不安が出てくると思うんですよ。はいはい。うん、だけど新しいことを始めようかなって迷ってる時ってやっぱり今の現状が不安だと思うんですよ。新しいことやるときに感じる不安っていうのは、うん、今のままでも結局不安。うんうんうん。でそうやって今の現状不安だから新しいことをやろうかなって思うと思うんですね。うんうんうん。うん、でもちろんね、今の現状のまま今不安だけどこう頑張れば今の現状が解消できるって思えるならそれで今のまま頑張るってすごい大事なことだと思うんですけど、うんうんうん、でもなんかもう今のまま頑張ってもどうにもならないかもしれないってね思って新しいことをやろうかなって迷ってる人たくさんいると思うんですね。うんうん、だったら新しいことをやるってもちろん不安だけど、でもそれって今の現状の不安だからっていうことだと思うし、うん、今の現状がね、その不安が新しいことをやるきっかけになるかもしれないし、こう頑張る、こう新しいことをやると頑張る原動力になってくれることもあると思うんですよ。うんうんうん、不安を原動力にしてですね。うんうんうん、
だから待ってくれることもあると思うし、うん、だから新しいこと、今のまま頑張ることもすごく大事だけど、うん、でも新しいことをやるっていうね、新しいことをやった方が今の不安を解消できそうだなって思えるなら、うん、新しいことをやるっていう不安を選んでも私はいいと思うんですよ。なるほどですね。本当にそうですよね。確かになんか新しいことを始めるのって不安だけれども、今のままでも不安ってことですよね。だから新しいことを始めたいとは思ってるってことなので、なるほどですね。それをむしろ原動力にして、一歩踏み出してみるのもいいんじゃないかなっていうところですね。なんかそっちの方がもしね、今の不安を解消できそうだなと思えば、その不安をね、こうきっかけにしたりして、やってみてほしいなって思います。ゆりこさん、ありがとうございます。はい。はい。はい。そうですね。最後に、ゆりこさんも、LINE アットをですね、されていらっしゃるということで、ゆりこさんの LINE アットの ID って、アット、何ですか？ゆりこ、ゆりこ、数字の8です。数字の8。アット、ゆりこ、数字の8。まあ、ここに書いてあるですね。これ、アットマークもお忘れなく、このまま、LINE ID 検索していただけると、ゆりこさんと LINE でですね、お友達になることができますと。でなんかこれプレゼントとかももらえたりするんでしょうか。あ、そうですね。ネガティブ思考を解消するために必要な部分を、うん、まとめたものをプレゼントしています。ネガティブ思考解消マニュアル、はい、はい、これがもらえるということなんですね、はい、またあとゆりこさん自身のその LINE アットの配信とかもいろいろ勉強になる部分もあると思いますので、まあ、ぜひねこちら LINE アットでねお友達になっていただけたらなというふうに、思います。はい、はい、またこの動画ね少しでも勉強になっているという方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンもねぜひお願いいたします。はい、ということで、ゆりこさん本日はですね動画一緒に撮っていただいて本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。